高木東六は、主に昭和期に活躍した、日本の作曲家、ピアニスト。別名に、鳥羽俊三。現在の鳥取県米子市に、聖教会の神父の子として生まれる。現在の茨城県北茨城市磯原町にて育つ。幼い頃より、音楽教育を受ける。1924年に、東京音楽学校ピアノ科に入学し、立花糸へ、高織球児。 レオニード・コハンスキに指示。しかし1928年に、学内の事情で中退を余儀なくされ、フランスに留学し、パリ音楽院教授アルマン・フェルテに1年間ピアノを、指示した後、スコラ・カントルムで、ポール・ブローにピアノを、バン・サン・ダンディに作曲を学び、またガブリエル・ピエルネからも多くの教授を受けた。1932年に卒業して帰国。フランス滞在中に知り合った。 山田工作の勧めで作曲家に転校した。管弦楽曲、朝鮮風舞踊組曲が1940年に新京音楽院賞に1位入選。1942年には文部大臣賞を受賞。1939年からオペラ、遥かの作曲を行うも、1945年5月の空襲により東京の自宅は全焼し、 楽譜も消失する。失意の中、長野県に那市に疎開。そこで、遥かの再作曲の依頼を受け、1947年、遥か2作目が完成、翌1948年に初演される。帝国音楽学校ピアノ歌手人教授、東京エコールドシャンソン校長、岐阜女子短期大学教授を務めた。教え子に、北村いふ大河原力がいる。 高木の作曲した音楽は、オペラ、ピアノ曲などのクラシック音楽にとどまらず、シャンソンやポピュラー曲など多岐にわたる。しかし、演歌や歌謡曲に関しては、喜びや、笑い、ユーモアがないや、メロディーが暗くて絶望的。歌詞も星、涙、港と百年一日であると抗言するほど、批判的な意見で有名だった。またテレビでも、NHK の あなたのメロディーや TBS の家族揃って歌合戦に長きにわたり審査員として出演。持ち前のユーモアと辛口さを織り混ぜたコメントでお茶の間でも知られるようになった。特に全国を巡回しての公開視聴者参加型番組であった家族揃って歌合戦では審査員紹介の際に毎週会場となった土地にちなむ俳句を披露することで有名であった。 その後、高齢者の合唱団の指揮、指導など90歳を超えても現役で活躍していた。1980年に君四等旭実賞受賞を受賞。1982年に日本同謡賞を受賞。1997年には米子市民栄光賞を受賞した。2004年より稲市名誉市民。2006年8月25日、肺炎のため。 埼玉県内の病院で死去102歳没。高木は日本ハリストス聖教会に所属する聖教徒であったため、埋葬式は8月28日にニコライ堂で行われた。声明はアファナシー。これはギリシャ語語源で不死のものを意味する。最も有名な弟子である作曲家の平義久には前年に先立たれていた。自身の女性変歴等を綴った。 登録ラプソデイなど、聴取多数、ありがとうございます。